2012年、ストックホルムにて、ロバート・レフコーイッツは、アメリカ合衆国の医学者。G- タンパク質協役受容体の研究で著名であり、これにより2012年のノーベル化学賞を、ブライアン・コビルカと共同受賞した。現在は、デューク大学の教授を務めている。レフコーイッツは1943年4月15日に、ニューヨーク市ブロンクス区で生まれた。 両親のマックス・レフコイッツとローズ・レフコイッツは、共にユダヤ人である。元をたどると、19世紀後半に、ポーランドから合衆国へ移民してきた一家である。1959年に、ブロンクス科学高校を卒業し、コロンビア大学に進んで、そこで1962年に学士号を得た。1966年に医学部で、医学博士号を得た。 医学部での実務研修及び1年間の一般研修医勤務の後、1968年から1970年の間アメリカ国立衛生研究所で臨床研究員となった。研修医及び臨床研究の経験を積み、1973年にデューク大学メディカルセンターの医学准教授及び生科学助教授となった。 1977年に医学部教授に昇進し、1982年に同学部のジェームズ・ビー・デューク・プロフェッサーとなった。彼は生科学の教授でもある。1976年からハワード・ヒューズ医学研究所の研究員であり、1973年から1976年の間はアメリカ心臓協会の認定研究員であった。レフコーイツは、 受容体生物学および細胞レベルの信号伝達を研究し、β アドレナリンなどによって作動する受容体の作用基準、構造、機能を詳細に解明したこと、またそれらを制御する GPCR キナーゼと β アレスチンという2種のタンパク質を発見しその性質を解明したことで最もよく知られる。レフコーイッツは1980年代半ばに共同研究者らと これはすべての G タンパク質強薬受容体がいずれも告示した分子構造を持つという重大な発見につながった。アミノ酸配列からなるその構造は細胞膜の内側と外側を交互に7回行き来して細胞膜を貫通している。今では人体の約1000種の受容体がこれと同じグループに属することが分かっている。すなわちリフコーイッツの研究の重要性は これらすべての受容体が同じ基本的メカニズムで動いていることが分かったため、新薬の開発者たちはこの人体で最もメジャーな受容体グループに対して何が効果的に作用するかを理解できるようになった点にある。今日、全処方薬のうち30から50%がレフコーイッツが解明した受容体と同種の構造を持つ鍵穴に合うようデザインされている。それは、 抗ヒスタミン薬である、高海洋薬から、高血圧、狭心症、心臓疾患に使われる、ベータブロッカーまで、多岐にわたる。トムソン ISI によると、レフコーイツは、生物学、生化学、薬学、毒物学、臨床医学の分野で最も頻因要数の多い、研究者である。ありがとうございます。